皆さんこんにちは。この動画はメタセコイアのヘルプにあるチュートリアル、こちらですね。こちらの実践編、解説記作例のクマの作成、こちらをやってみよう、そういう動画です。そして前回の動画で、今ここのビューに見えているこのオブジェクトはクマなんですけれども、クマのこの腕の作成のところまで終わってます。で、この動画では足ですね、足はこれが今作ってるクマなんですけれども、この部分の足を作っていきます。それではここをクリックして、こちらがチュートリアルですね。そして腕まで終わっているので、この辺りです。ここから始めていくことにします。それではこちらを読んでいきます。今度は足を作っていきます。足になる部分のポリゴンを選択し、図のように押し出していきます。選択する面はここです。ここの面ですね。ここの面を選択して、面の押し出しでこちらの赤枠の中の分量、この数値を実際に入力して押し出していきます。そして押し出す分量は20、次は45、そして35というふうに3段階で押し出していくんですよね。それではまずここをクリックをして選択をして、メニューバーの選択部処理の面を押し出すです。ここをクリックします。そしてあとはここの分量をまず最初は20押し出します。そしてここの押し出してできた側面も選択のチェックマークがオフになってますね。で、ここオフです。これで大丈夫ですね。そして OK クリックします。まずこの部分です。20押し出されました。次は45です。またメニューバーの選択部処理に行って、面を押し出すですね。そして分量が45です。そして OK です。45押し出されました。そして最後は35ですね。選択部処理から面を押し出す、でここが分量が35です。そして OK です。こんな感じで3段階で足を押し出しました。一段となんかこうクマの形に近づいてきましたよね、足があると。それでは次に行きますね。最後に足先を作るために上面のポリゴンを選択し、面の押し出しを実行します。上面のポリゴンというのはここですね。ここを今度は上方向に押し出していくんですね。それではここがまだ選択されている状態なので、どこか適当なところでクリックすると選択になります。そして次はここの面ですので、まずここを選択しますね。グリーンになりました。これで選択されている状態です。そしてメニューバーの選択部処理からまた面を押し出すです。今度はここの分量が10です。そして OK クリックします。そうするとこんな感じで10上の方に押し出されました。
押し出し押し出しですね。またここ今まだグリーンになってる、選択されてる状態なので、どこか適当なところでクリックをして非選択にしておきますね。次はこのままでは足の先が平らになってしまうので、コマンドのエッジを使い辺を追加、コマンドのエッジここにあります。まずはここをクリックしますね。そしてサブパネルの追加が選択されてます。エッジというのはこの面にポリゴンに新しく辺を追加できるコマンドなんですよね。そしてその線を辺を追加する場所なんですけれども、私がこのチュートリアルの画像をこう見た時に思ったのは、これなんとなく中央に辺が追加されてると思うんですよ。この面のちょうどこの長い辺の真ん中中心ですね。でそういう場合はシフトキーを使うと本当に真ん中に点を選択することができるんですよ。ちょっとやってみます。まずシフトキーを押します。そしてこのマウスカーソルを辺のあたりに持って行ってみますね。なんかこんな感じで今黄色い小さな正方形が辺の上に定まったと思うんですが、今まだ私シフトキーを押してるんですけれども、こんな感じで何もしなくてもシフトキーだけで中央にこの辺の中心に点が定まるんですよ。これすごく便利だと思います。そしてこうなったらシフトキーを押したままクリックします。そうするとこんな感じでこれがこの点が今クリックした点はもう中心の点になってます。そしてずっと今まだシフトキーを押したままなんですけども、次もう一本の辺の方に行きますね。そうするとちょっと細かいんですけれども、細かい動きだったんですけども、またこれも中心なんですよ。そしてここでまたクリックします。こんな感じでそしてシフトキーを離しますね。これで辺が今ピンクで定まりましたよね。追加されたんですけど、こんな感じでシフトキーを使うとすごく綺麗に中心に辺を作ることができます。追加することができます。そして今ここ分かりますでしょうか。ブルーのラインで最後の点と私のこのマウスカーソルがつながってるんですよ。まだこんな感じで、これはどこかまた適当なところで右クリックをすれば終わることができます。こんな感じですね。今右クリックで終わりました。終了しました。そしてコマンドの選択をクリックしておくと、これでまた本当に終了することができます。どうでしょうか。こんな感じでコマンドのエッジで辺を追加して、まあ、その時にもしも中央とか中心に辺を作りたいのであればシフトキーを使うと、そういうことです。続いて、Y 方向へ移動します。今この作った追加した辺を、移動コマンドを使って上方向にですね、移動してみます。それではまずこの辺を、選択しますね。ブルーになり、なりました。グリーンになりました。そしてコマンドの移動をクリックします。そうするとこの辺に移動ハンドルがつきました。あとは普通にこの Y 方向なのでグリーンのハンドルを上方向にドラッグしますね。
画像では、チュートリアルの画像では 14.82 というふうになってますので、14.72、まあ72でもいいですよね。14.8293、あ、14.72になりました。そしてマウスを離します。こんな感じです。大丈夫ですね。そしてコマンドの選択をクリックして、まだ辺が選択されている状態なので、また適当なところでクリックすると、選択の状態になります。これで体部分は完成です。体が完成しました。体の部分がちょっと後ろの方も見てみます。この背中の、ここは背中なんですけれども、この背中の丸みって可愛いですよね。出来上がりました。ボディはこれでいいみたいです。それではこの動画はこれで終わります。次の動画で2番の頭の作成、こちらをやっていくことにします。